京都自動車専門学校は、京都府京都市にある私立専修学校。2013年4月に、京都コンピュータ学院などで構成される、KCEG グループに加入。京都自動車専門学校は、電気自動車時代に対応できる自動車整備士、カーエンジニアを育成する、他に、例のない IT 自動車専門学校、高等学校のあらゆる学科から入学が可能。 1986年に創立され、自動車整備士養成の教育機関としては、京都で最も伝統があり、毎年多くの二級自動車整備士を輩出している。修行年限は2年で、卒業時には専門士の称号が与えられる。特定のメーカーの系列に属していないため、様々なメーカーの車を教材にした整備技術を学ぶことができる。グループ校として、 1963年に創立された日本で最初のコンピュータ教育機関である京都コンピュータ学院応用情報分野では日本で最初の専門職大学院である京都情報大学院大学留学生向けの京都日本語研修センターがある。卒業後に京都コンピュータ学院への編入学が可能。編入後に京都コンピュータ学院の4年生課程を 卒業すれば高度専門士の称号が与えられる。株式会社、松島ホールディングスと提携している。基本理念技術に優れ、高い倫理観を持つ自動車技術者を育成し、自動車産業と地域社会の発展に貢献する。教育方針自動車技術の学問的性格を重視し、自動車工学における基礎から応用に至るまでの広範な教育を行い、 自動車業界との連携を強めることにより、自動車の進歩発展に即応できる技術と、知性、感性ともに優れた人材を育成する。二級自動車整備士要請に加え、近年のカーエレクトロニクスに対応した、組み込みシステムの基礎を学ぶ。少人数の半編成による、きめ細かい実習教育を行っている。株式会社、松島ホールディングスと提携しており、ヨーロッパ車を、 実習材料に使うことができる。また、最新鋭の整備工場における実習や、現役メカニックによる指導、ディーラーメカニック必須の接客技術の指導などが受けられる。自動車整備士要請の一環で在学生の資格取得に力を入れており、取得できる資格として、次のものを挙げている。など KCG グループに加入したことで、自動車整備士に関わる資格だけでなく、 IT パスポートや基本情報技術者試験など、IT 系の資格にも挑戦できるとしている。大手複合ディーラーカミック社と提携しました、京都自動車専門学校2013年8月22日。ありがとうございます。